この2024年9月10日、行政区分上で鹿児島県の西之表市に属する離島馬毛島について、同島で防衛省が進めている仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事の完成が従来の予定よりも大幅に遅延することが判明したよ。これは防衛省が仮称航空自衛隊馬毛島基地についての新たな工事の工程を公表したことで明らかとなったもので、これまで完成は2027年が予定されていたものが、3年遅れの2030年になることが記されていたぜ。今回はそんな馬毛島で建設が進められている仮称航空自衛隊馬毛島基地が、2030年に完成予定である件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年9月までの馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の建設に関する大まかな流れを振り返ってみると、2010年に防衛省が新たな自衛隊関連施設の設置場所として同島の活用を自制のホームページ上に記載したことに端を発するね。翌2011年5月には当時の北沢防衛大臣が、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所としても馬毛島を検討対象としていると報じられ、日本国内で大きな注目を集めたよ。同年6月には馬毛島の大半を所有していた民間企業、ダストンエアポート社と防衛省とが同島を前述した用途を目的とし、その設置を目指す場所としての交渉に入ることが文書で確認されたんだ。政治上で日本政府は通称で2にと呼称されている日米安全保障協議委員会においても、馬毛島を在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所とする記述を共同文書に盛り込んだな。こうした動きによって馬毛島が新たな自衛隊関連施設の設置場所となることは既定路線となったと思われ、2018年7月には同島に海上自衛隊と航空自衛隊の両隊の施設を置く方針が具体化された形となるわけだ。ただし馬毛島の大半を所有していた民間企業、ダストンエアポート社は当初は同島を防衛省に売却ではなく貸し出す意向であったと言われ、あくまで同島そのものを購入して活用しようと考える防衛省との交渉は難航したぜ。ただ2019年1月になると日本政府が馬毛島をおよそ160億円を投じて買収する方針が報じられ、同年3月末までにこれを実施することでダストンエアポート社と大筋での合意を見たと、防衛省の意向に沿った展開に見えたよね。しかしダストンエアポート社内の内紛的な状況から、同年5月時点で一時は馬毛島の売却交渉は白紙撤回される事態に陥り先行きが危ぶまれたものの、同年12月には時の河野防衛大臣が再び合意に至ったと述べ買収が確定するよ。こうしてようやく買収が確定した馬毛島に対し、防衛省は新たな自衛隊関連施設の設置場所とすべく、同島でそれらを整備するにあたって問題がないかを調査する環境影響評価を行うことと並行し、施設工事を請け負う業者の入札も行われたんだ。そして同年4月に時の岸防衛大臣が馬毛島を現地視察し、同島に設ける自衛隊施設を仮称航空自衛隊馬毛島基地とすることを表明。翌2023年1月に先の環境影響評価の結果を文書で報告。同時に工事が開始されたな。この時点で馬毛島に新たに設ける仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事の完成は、冒頭で述べたように2027年と開始から4年ほどが想定されていたわけだが、これが今回実に3年遅れの2030年となることが判明したという状態だぜ。馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事の完成が、2030年へと3年も当初の計画よりも遅延することとなった要因は、来年2025年に開催予定の大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクトの影響と見る向きが多いみたい。大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクトが同時並行で進行中のため、馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事に必要な建設従事者などの人的リソース及び、建設資材が当初の想定よりもはるかに不足しているとするものだね。他にも今年2024年1月1日に発生した能登半島地震によって、その被災地の復興に向けて建設従事者などの人的リソース及び建設資材が、
先の大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクトと同様に優先して充当されているとの指摘もあるぜ。こうした大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクト、能登半島地震によって要となる建設従事者などの人的リソース及び建設資材が不足したという考えは理解できなくもないが、少し個人的には釈然としない感もあるな。というのも能登半島地震のようないつ発生するか当然事前に予測することが極めて困難な天災はともかく、大阪・関西万博は国家的な大規模プロジェクトとして、そこに必要なリソースはある程度予想ができたのではないかと思うからだ。またこうした大規模な各種リソースへの想定外の影響以外にも、馬毛島に固有の状況を指摘する声も漏れ聞こえてきており、まず道東に向けた建設機器等を運ぶ輸送船が、想定以上の波風によって計画通りに輸送ができていないんだって。これによりこれまでに馬毛島に輸送が行われた建設機器などは、月間で計画のおよそ2分の1ほどとする声もあり、また道東の土そのものが想定を超えて粘土質だったとも言われ、これが整地が難航している要因の一つともされているね。これら波風による建設機器等の輸送の遅れにせよ、馬毛島の土が粘土質だったことによる整地の難航にせよ、素人目には文書で報告までされた道東の環境影響評価で事前にある程度の予想がつかなかったのかと思えてしまうんだ。今回防衛省側では当初の予定計画に対して、馬毛島に整備する滑走路を含む飛行場の施設の工事の完了がおよそ3年遅れとなること、飛行場に関連する施設や港湾関連の施設も2年から4年ほど遅延するとの見解を示したな。ただしそうした遅延の中にあっても、馬毛島に仮称航空自衛隊馬毛島基地が設置されることの最大の要因でもあった。在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練に使用する滑走路のみは2027年には完成させると説明されているらしい。馬毛島には道東の北西から南東に向かって伸びるメインの滑走路と、北東から南西に向かって伸びる横風が強い場合に使用するとされている2本の滑走路が整備される計画だけど、いずれもそれらだけは先に使用可能とするんだろうね。在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練だけでも馬毛島で先に実施可能となれば、南シナ海東シナ海で軍事的な圧力を強める中国への牽制には一定の貢献をすることは間違いないよ。しかし日本にとっては仮称航空自衛隊馬毛島基地を設置することで、現在航空母艦化改修が進められている出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、その艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練を予定していたぜ。つまり馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の完成が遅れることによって、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦としての戦力化にも遅れが生じる可能性が否定できず、南西諸島方面の防衛力強化に影響を及ぼすこともあり得るだろうな。さてそんな状況の馬毛島の他にも、防衛省は海上自衛隊の佐世保基地の整備にも、3年前の2021年1月に在日アメリカ軍から返還を受けた佐世保市の崎辺東地の敷地を再整備する費用として、2025年防衛予算の概算要求に360億円を盛り込んだよ。現在の海上自衛隊の佐世保基地には、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦のような大型艦艇が接岸できる機能がなく、今後はこうした状況を変えて、やはり南西諸島方面への防衛力の強化を図るものと推察されるね。ただし日本人として個人的にはこうした現状には正直複雑な感情を抱かざるを得ず、それは在日アメリカ軍の佐世保基地には出雲型ヘリコプター搭載護衛艦をはるかに凌駕する規模のアメリカ急強襲揚陸艦が母港としているからなんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。